はい皆さんこんばんはおじいサムですいろんなゲーム機で遊んでいますか、えー、本日もね引き続きご紹介していくのはこちらドンということでアイロニーロですねアイロニーロの、えー、おじいさんがご紹介するのはダークスターまあ黒色ですねダークスター色になりますでねちょっとお気づきの方もおられるかもしれないですがちょっとここにこういう変な保護シール貼ったんですよ うん、で今回のおじいさんね前はねあのー、中国の友達がなんか保護シール一緒に送ってくれてたんでこのファウンダーエディションの時はねその時にはそのぴったりの保護シール貼ったんですけど今回のやつはなかったのでえっとねこれをね買ったんですよ100均でスイッチ用の保護保護強化ガラスうんこれ100円でしたはいでぴったり。 だからね要はねスイッチととね画面が全く一緒なんんだと思うんですよただなんか僕スイッチ持ってないんだけどここになんかこういうものがあるかな,なんかスイッチはもしかしたらここになんかリセットボタンとかホームボタンみたいなのがあるのかななんかそれを避けるようにこういうちょっとへこみがあるんですけどもこれさえ気にしなければ、えー、100均でこれ何やったかなどこやったかななんかなんとかいうところの。 100均で買いました。ぴったりでした。これ、貼りやすかったし、なんかそういう、なんか何ああいう、なんか手拭いみたいなんとかは一切ね、100均やから入ってないんですけど、で、これ、あの、まあ、タッチパネルじゃないですか。あの、あやネオってね。でも、あの、これ大丈夫かなと思ったけど、よく考えたスイッチもね、タッチパネルなんで <laughs>、あの、全然普通に使えてます。はい。ということでですね、あやネオのね、ダークスター、あれからね、かなり使ってます。 うん、もう毎晩遊んでます。最近はあの実況を始めたあの2の国、スティーム版の2の国をこっちでレベル上げをしてます。うん。あのね、やっぱりいいよ。で、あのね、やっぱ没入感がね、あの、全然違う。まあ、ちょっと軽く並べますけど。 あのククリリアはねクリアでいいところあるんんでですよなかっていうとまあ、もうこれはね皆様はもうあの二度と手に入ることはないと思うんですがよほどあのアーサーが再販とかを考えない限りは多分これはもう手に入らないと思うんですが、まあ、これは皆さん知ってるのとすよこの4箇所が LED で光ってその色をここで変えれるんですけどもえでクリアクリアは確かにめちゃかっこよくて僕ね黒到着した時には、うん、まだちょっとねクリアの方にやっぱこれでかなり遊んだんでちょっと何 名残惜しい部分あったんですが、あの、ね、やっぱりね。ずっと触っていくとで、たえー、っと久しぶりに。この前ちょっとクリアで、えー、画面つけたんですけどもやっぱりね。黒の方が画面はすごく映えます。うん。当然真っ暗な部屋でゲームをしたらここは関係ないからでボタン系もまあ、ほぼほぼ同じなので。 あの問題ないんですけどもこう例えば普通の明るい部屋とかでゲームをする時にはやっぱりね黒の方が没入感はね非常にあります、うんえー、ちょっとねそれを見てもらうために両方電源入れますなかなかアヤネ,オのアヤネオ2台の同時電源って見れないと思うんでお見せできるかあ下が入ってないあついた。 でですねあのこれちょっと見てもらったら分かる人には分かるかもしれないんですけど当然ね保護シールの違いってものはあるんですけどもあのねこれねあのほぼほぼ同じ明るさですこれあの Windows はあの数値で明るさ決めれないので、えー、ちょっとこういうことになってるんですがあのね画面はねクリア度が全然違うんですよ。うん、こっちのの、er、の方方がががあファンンダーディショねね画面がねちょっと とくすんんでるというかうか、ん、ちょっとねそういう感じ受けるんですよねこう見てもらったらすごくわかりやすいと思いますはいじゃあちょっとねハイパースピンを両方立ち上げてみますなかなか爽快よねこれ荷台でハイパースピン立ち上げるね。 うん、んコントラストがねなんかこっちの方がいい気するんよねするやねうんどうでしょうかいいよね <laughs> いやなかなか爽快でしょこれうん こんな感じですねどうでしょうか没入感感の違いって多分感じられると思うんですよねうんやっぱ黒の方がぐっと画面が浮き出た感じがしますね。ただまあその何て言うかなサイバーなガジェットって面ではなんかこっちのゴテゴテした感じもありだと思うしまあ今後もしかしたらアヤネオの生産がこう追いついてきたらまあこういうクリアチョイスってものもあるかもしれないけどね。 うん色々も多分いろいろ作る余裕も出てくるだろうからまあちょっとゲーム画面見ましょうかそしたら。 でねこれ今見てもらったら分かる通りで初めもそうだったと思うんですけどあのね軌道がこっちの方が早いんですよダークスターの方がこ今同時の押したんだけどこんだけ差が出てるのうんで軌道も始めはこっちが速そうに見えたけど最終的にこっちの方が早いんですよ軌道うんだからちょっと音大きいかな ちょっと音消します、ね、あのねもうそれ画面もやっぱだいぶ違うと思うんですよねこっちの方がくっきりしてるのがわかるかなちょっとうんであの SSD の特徴であの容量が多ければ多いほど転送速度が速いっていうあのものがあるんですよハードディスクの場合は逆ですよね容量が多多くくななれば多くなるほど あのー、遅くなるんですよハードディスクのまあ当然種類やいろんなあの回転数とかいろんなものありますよでも、あのー、その辺をちょっと取っ払って簡単な考え方として SSD はそうなんですよ容量が多くなればなるほど転送スピードが上がるので当然2倍なんですよこっちは 512GB でこっちは 1TB なのでまあでもそれにしても差がだいぶあるんですよねはいでえっ、ー、と ちょっとこっちあとで見てここに書いときますけどもえっとねこっちのダークスターは SSD 何かなと思ってあの調べたらなんとねウェ,ンウ,ェあのウェンスティンデジタル製でしたこれはね驚いたうんあのこういう中華ゲーム機のものって、まあ、言い方悪いですけども当然ね安いのでどっかではコストダウンしないといけないのでだいたい SSD とかメモリーとかをこう中国製の安いやつにするってのがね常なんですよ も俺はそれが仕方ない。ものすごい値段安いから。日本のやつにしたらもっと高くなるし。で、なんで、これもそうなのかなと思って。だからもうそれやったら1セラバイト何か日本の、僕はどっちにしてもウェンスティン、あのウェンスティンデジタルすごい好きなんで、ウェンスティンデジタルに変えようかなと思ってたんですよで。比較的安いですしね。うん。で、見たらなんとね、ウェンチ、ウェンスティンデジタル製でした、これ。 うん、だからこの辺はすごいなと。だからもしかしたらこっちのファウンダーエディションの SSD は違う会社なのかなと思ってます。ただし、えっと、ちょっとこの後調べるんで、今調べてないんで、今ちょっとこのデモ画面見せたいんで調べてないんで、この後、えっと、ここに出しときます。文字、下か上かに。 えー、こっちのファウンドエディションの SSD はこれでしたってて、うん、もし同じ上両方ウェスティンデジタルだったらやっぱり 512GB と 1TB で、まあ、これぐらいのタイムラグが出るのかなっていう感じですね。 だからまあこの辺もちょっとあのゲームあのまあ今後アヤネを買う人、まあ、他にも5三家で、えー、今は GPD Win 3もちょっと発売始まったりあとまあ後に出る 1X プレイヤーとかの,まあそのもうえっと全部一テラなのかなわからないけど、まあ、全部 SSD なんでどれを買うかっていう参考にしてもらったらいいと思いますでやっぱりこんだけ起動スピードが違うっていうことはやっぱり、ね、ゲームの読み込みにも関わってくるんですよねそれって結構大きくて、まあ、当然 あのアイアンの場合はライゼン搭載で GPU がすごくよくて、まあ、インテルの方もいいやつが載ってるらしいんですけどね不安定みたいだけどだからその辺のものを、えっと、より活かすためにもやっぱ転送スピードっていうのは大事になってくるので、まあ、これ大きいら参考になると思います。はい、で画面はこんな感じの違いですもう一個ぐらいちょっと画面見せよっか。 えー、はいそれではねゲームキューブがこんな感じにあるのでちょっとスターフォックスでも動かしてみましょうか。よいしょ、これね。はいでは、えー、起動してみましょう。まあ、いろんな画面の違いちょっと見てください。ドンと これはほぼほぼ同時に起動してる感じはしますねでもやっぱ下の方がちょっと早いねダークスターの方がね、うん、まあちょっと同時にプレイするのはねさすがに <laughs> ちょっと無理やと思うけどまあゲーム画面を軽く見てみましょうか よいしょはいそれではスタートよいしょええ蹴っあ明日はちょっとあれですね初プレイヤーから。 よいしょこれ、同時にゲーム始めれるから。よし。ちょっと、な、ずれてる。こうか。はい。ええー、同時にスターフォックスが始まってます。はい。 <laughs> すごいすごい絵らやけどねはいはいピューとこうねこんな感じでなかなかの絵らやと思いますねこれうんまあよかったら、まあ、画面の参考にしてください えー、はいということでねいかがだったでしょうか見ていただきました、えー、ちょっとね画面をつけての雰囲気ですねうんまあ,あの重複しますけどもやっぱり没入感は黒の方があるしやっぱりねこの緑とこの黒のデザインが非常に個人的には好きですねまあ何回も言いますけどこれもマトリックスが僕好きなので、えー、とてもこの雰囲気が、えー、いい感じですで他ににねだからあのゲッムーン ホワイイトトムーンライトかな、えー、何かと呼ばれるその白,と、えー、白が基調とした黒色のちょっとあこうタッチが入ってるえものも出てますのでねそっちはまあどんな感じなんかな、まあ、ちょっと Xbox 風になんのかなっていう感じ Xbox というか PS5 かな PS5 にちょっと雰囲気似てるのかもしれないですねそっちの方は、うん、という感じでよかったら参考にしてくださいあやねおの方はね順調にあの出資者への返納品ですねが始まっていて ちょっとねなんかまた面白いものも出るらしいのでもしかしたらうちでも紹介できるかもしれないのでまあ、続報がをねまたお楽しみください。でまあスティームのゲームなんかもね軽快に動いてますし「二の国」も普通に動いて普通にレベル上げできてます。うん、なのででまあ前も言ったけど「まああのウィニングイレブン」なんかも普通に遊んでるし 本当にね、あの結構物動きます。なんかもう、なんかそのグラフィックボードを、えー、刺してる感じがしない。なんかもう刺した気になるっていうぐらい、本当に美しい画面のゲームが動くので、本当にね、これ一台やったら面白いんじゃないかなという感じがします。で、なんていうかな、そのパソコンゲームに慣れてない人っていうものも入門編にいいんじゃないかなって、パソコンにそのグラフィックボードを刺してゲームをするっていうことがちょっと難しいじゃないですか、普通はね。まあ、かそう作業は 簡単なんですけどねまたいつかグラボの値段が落ち着いたらその辺のグラフィックボードの挿し方とかパソコンの作り方っていうのは動画にしようと思うんですがやっぱり初心者の人には難しいと思うので、えー、そのグラフィックボード何も挿さずに、まあ、GPU がきっちり載ってる非常にレベルの高い GPU が積んでやってパソコンゲーム結構最新のものまで遊べるので当然重すぎるやつは無理ですよ当たり前ですけど。 でもある程度のやつまで動かせたり、まああとは微調整ですね。例えばモンスターハンターワールドも、えー、フル画面では当然無理ですけども、えー、そこそこ押さえ持って動かすとその辺も動かすことができるので、 えー、なんかこうここでパソコンでゲームをするっていうことを覚えてであもっともっと重いゲームというかもっと画面きれいにしたいと思ったら本場のパソコンの方で勉強してグラフィックボードを指して、まあ、そういうパソコンゲームの世界にまあ片足入れて <laughs> 入っていくっていうのも僕はいいかなと思うのでだからそういう意味でも,もういろんな意味でもこのあやねをしかり「アヤネオオりカリ」GPDB3 あと,、えー、と 1X プレイヤーですねこの辺はまあ今後のゲーム界の,そのユーザー層を大きく変える可能性がある革命的なまああの世 機種 5, になると思うのでな、えー、なかなか楽しみですでこの「アヤネオは、まあ、その3種の中で1つだけライゼンっていうね GPU が非常に強いものを、えー、唯一積んでて、まあ、結構安定性も高いのであのちょっと特徴的な商品になるかなと思います。で、まあ、前回もねあの前々回かなお話しした社長のアーサーさんもゲーム好きで非常に好感が持てる方なので,、えー、で今もねあの日々日々こうなんていうかなバージョンアップどんどんしていってるらしいので。 であの特設サイトにはその、まあ、ちょっとあの素人では使いにくかったけど。その えとサインストール用のデータを用意したりとかホームページも拡充、えー、し始めてますでちゃんとドライバーとかエミュレーターまで置いてくれてるんですよねなんかその辺がすごくあこの人ゲーム好きやなってだって本サイトにエミュレーターまで置いてるのなかなかいないからね、うん、だからその辺もあこの人だからもうまさにあやねをこういうふうに使ってくださいっていうねあの割り切りが僕はとっても好きで最近の,そのあ,あやふやな商品の中でも僕はこういう特化して えー、尖っていくっていうことは非常に大事なことで、えー、僕はあやねおにそういう風なところなんかオールマイティーさでないところがなんか僕はとても好きですうん。であのもう「はい売りました」「はい終わりです」「アフターフォローもありません」じゃなくてやっぱホームページもちゃんと作ってるってなかなかないんですよねこういうところその販売サイトだけ。 販売サイトだけ作るとかよくあるんだけどちゃんとその辺の,あのドライバーをちゃんとアップロードしたりとかでこのあとあやねを拡張していこうっていう強い意志があったりとかその辺もすごくね好感が持てて、えー、このあや、まあ、ネオって会社名でいいのかなあやねオの会社もあのすごく楽しみになってきます。まあ、当然、ね、分からないこれは分からないけどこういうふうな高価格帯だけでずっと行くのか、まあ、もしかしたらね資金に余裕ができたらちょっと低価格帯も出そうかとかねなっていくのかっていうあやねをブランドっていうところの方向性 も非常に楽しみだなと思いましたよかったら参考にしてくださいこの動画で初めておじいさんのことを知ったよってとチャンネル登録していただくと嬉しく思いますそれではまた次回の放送でお会いいたしましょうさよなら